はい、皆さんこんにちは。はい、皆さん,こんにちは,今日はとっても験をしていとっ実験をしています。まずまず。僕がしゃべったらちゃんとテキストに表示されます。ちゃんとテキストょ表示されます。ちょっとこれどけますね。このように 僕が喋ったらすぐにこのように僕が喋ったらすぐに文字を打ちます文字を打ちますとっても認識率もいいですとっても認識率もいいですこの音声がこの音声がゆかりネットコネクターというところにゆかりネットコネクターというところに流れ 流れ,流れです流れですじゃあちょっとおかしいですねでもこのようにじゃあちょっとおかしいですねでもこのように英語にも瞬時に変換しています英語にも瞬時に変換していますそしてそして僕の声が僕の声がアニメ声に似合ってますよねアニメ声に似合ってますよね これはどうしてるかというと、これはどうしてるかというと、チェビオという、チェビオという音声合成ソフトに、音声合成ソフトこの文字を送ってこの文字を送って、発音させているんです。発音させているんです。このように、このように、 変換のミスもありますが、変換のミスもありますが、これから未来に、これから未来に、とっても、とっても、重要な技術だと思います。重要な技術だと思います。これができれば、これができれば、すぐに、すぐに、聴覚の、 聴覚の、障害があっても、障害があっても、文字を読むことにより、文字を読むことにより、会話が成立します。会話が成立します。とっても重要なことが、この技術には、とっても重要なことが、この技術には、埋め込まれています。埋め込まれています。 ということで、初めての実験ですが。ということで、初めての実験ですが。未来の技術を皆さんにお見せします。未来の技術を皆さんにお見せします。それでは、また続きは後ほどに。それでは、また続きは後ほどに。後ほどって言ってほしかったな。後ほどって言ってほしかったな。もちろんね、この喋るのも、ものすごく、 もちろん、猫の喋るのもものすごく。早く喋れるんですよ。早く喋れるんですよ。こんな風にね。こんな風にね。すごいでしょすごいでしょ。しょこんなゆっくりもね。こんなゆっくりもね。こんな欲よようにもできます。こんな欲よようにもできます。すごいですね。すごいですね。声の質もこんな感じに。 声の質もこんな感じにこんな高い声も。こんな高い声も。はい、じゃあまた後ほど。はい、じゃあまた後ほど。